コンパイルハート、サイバーディメンションが紡ぎ出す新たなストーリー。ネプテューヌシリーズ初のアクション RPG がプレイステーション4に登場。ゲーム業界で人気のオンラインゲームのベータテスターとしてゲームを遊テストプレイするのですわ。そのゲームとはもちろん四女神オンライン。主役はもちろん私と言いたいところですが、今回は4人仲良く主人公ということにしておいてあげましょう。皆さんアバターは自分そっくりに作っておりますのね。これでこの決めた。へへいせい、へへいそれ、へへいせい。まあネプギアちゃんたちの可愛さに磨きがかかっておりますわ。さすが私の妹というだけはありますわね。ゲームシステムの紹介ですわ。職業によって得意な間合いが変化するスキル攻撃、覚醒でパワーアップ、勝つのか、とっておきの必殺技覚醒奥義、これで消えるよ、オメガストライク、いくわよ、はあ、グラッディランス、見せてあげるわ、弾けなさい、ホーリーエクスプロージョン、いきますわ、クワドラエレメンツ。コスチュームやアクセサリーで自由にコーディネート、素材を集め武器を強化、四女神オンラインでは私たちが女神化した姿をモデルとした NPC も登場するんですもんね。翼が生えていてとても神々しくて、操作することもできるんですの？強キャラポジは渡しませんわ。皆さんで一緒にマルチプレイはいかがでしょう。力を合わせてクエストに挑戦するもよし、記念撮影をするのもよし、四女神オンラインで出会うキャラクターたち、オンラインゲームといえば他の方との交流ですわ。今とても可愛らしい子がいたような気がしたのですが、あの子は誰ですの？四女神オンラインのオープニングは選ばれしが歌うピコンでメタフィクション、エンディングは吹きでログアウトしないでですわ。ロイヤルエディション情報、ビジュアルブック、シチュエーション CD、 サウンドトラック、これらをツナコ書き下ろし特製ボックスにドーンと入れて発売いたしますわ。限定生産ですので予約必至。私はすでにプレイ用、鑑賞用、保存用を予約済みですわ。予約特典情報、予約特典はゲーム内で使用できるコスチュームのプロダクトコードがついてきますわ。妹たちに着させて写真をバンバン撮っちゃいましょう。プレイステーション4専用ソフト、四女神オンラインサイバーディメンションネプテューヌ、2017年2月9日発売予定。さて今のうちに積みゲーを消化しなくては。